ボシャボシャ。プラス、今日は心拍持ってきました。こんな感じのシャリがすごい心拍。こんな感じね。この心拍の、まあ、こことかね、ちょっと人向け甘いんですけど、ここをもうちょっと人向いて、綺麗に向いていきたいなっていうのと、あとこの辺、この枝落とした枝あるんで、これとか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 。このあたりを、まあ、陣に向いていこう。そんな感じの回にしたいと思います。冬なんでね、ちょっと皮が剥がれにくいところはあるんですけど、まあまあまあ頑張って向いていきましょうと。ただただ、それだけの回です。ここはね、ちょっと枝落として時間経っちゃってるんで、やりづらいですね。ちょっとナイフで削っちゃってるんで、前回。若干人の手が入りましたか。まあ、この辺もね、バツンと落とされてるんで、若干不自然さは残るんですけど。まあいいでしょう。とりあえず今日はね、陣2歳できれば満足です。これ、取れないか。無理か。いいよ。頑張って剥いていきましょう。ナイフだとね、薄皮取れますね。いいよ。よ、ちょっとこの枝きれいにします。はい、軽く薄皮剥がしてみました。なんか中の方にね、一応白いのはいるっぽいんですけど、やっぱ難しいですね。冬場なんで。冬場関係あるかな、技術が足りないから難しい。でちょっと軽くね剥いてあげて、ちょっと自然感、自然さを出してあげようかな。先端をハサミでバツンと落とした感じから卒業させてあげようかな。よっと。ちょっと雑だけど、こんな感じでいいかな。オッケーオッケー。あとこの辺もね、ちょっとツルツルしすぎなんで、ちょっと若干気になるんですけど、なんかうまい方法ないかな。いや、一旦このままいきましょう。まあ、そのうち軽くね、あの表面朽ちてくると思うんで、それに期待しよう。 OK。 じゃあ次この枝剥いていきます。なんかね、こうやる人たちいる、いますよね。こうグイグイグイって、夏場とかだったらもうこれやったらもう完全にズルッと剥けちゃうんですけど、冬場これ効果あんのかな。ちょっとやってみよう。やっとこれね、グイグイと今でグッとグッとグッとねじり落として、無理だ、無理無理っす。この間ちょっと落として時間多少経ってるんで、あ、でもそれでも水気はあるな。取れそうじゃ、取れそうか。頑張ったらこうやったら取れる。ああ取れるね。ああでも折れそう、上の方。ダメだ、力が足りない、枝の力が弱すぎる。ちょっと頑張ってここも陣にしていきます。
はい、字にすることができました。こんな感じね、じゅんと。で、これ長いな、長いけど一旦先端だけちょっと折って軽くね皮むいておきましょうか。微妙に掴んでくる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 と不自然さを消す。よよ、細かいな。よよらわ、やった。先端だけこんな感じでちょっと自然な折れた感じを出してみました、まあ、この辺ツルツルなんでね、まあ、ちょっと違和感は絶対残るんですけど。 OK、 じゃあ残りもちょっと この辺細かいんですけどね、陣に向いていきたいなと思います。はい、OK、 陣に向くことができました。これに 1,2,3,4,5 本ね、5本陣にしました。まあちょっと葉っぱあるんでね、隠れちゃうところはあるんですけど、まあまあまあ飾りなんでこんな感じでいいでしょう。なるほどね。 OK、 でこの木はね、あ、今日の作業ね一旦終了です。でこの木は今ここに徒長枝一本伸ばしているところがあって、まあこれは最終的に落とすんですけど、まあ最終的にはまあこんな感じの木になるのかな。上の方だけ見ると正面この辺りがいいかなと思うんですけど、足元の正面ここじゃないなっていう感じがあるんで、できればこのシャリ見せたいじゃないですか。そこ悩みどころ。シャリを見せるんだったらもう単純にこの辺とかこの辺りとか正面の方が全然いいと思うんですよね。で、それに合わせて上を作っていくってなるんですけど、今、上を見るとやっぱりこっちの方がね、かっこよく見えちゃうんで、どうしようかなといったところ。で、まあ、胴吹き名がね、いっぱいあるんで、この辺でどうにか作っていけばいいかなとは思っていますが、ちょっと力乗せるためにこの枝だけ走らせて、この辺落としたんでね、今回というか今年落としてるんで、ここに力を乗せたい。で、ここに力が乗ってくるまで一旦これで引っ張ってるっていう感じですね。全体的な樹勢を上げ続けるために、そんな感じの木です。正面に悩んでる木ですね、言ってしまえば。で、ここを見せるためにまあ倒すとかもありだと思うんですけどね、ちょい倒してこんな感じで作ってみるとか、難しいですよね。まあ、ちょっと裏話じゃないですけど、もともとね、ここ陣にする、シャリにする予定がなかったんですよ。ここにちょっとくぼみあるじゃないですか。ここ削れてると思うんですけど、ここね、この部分、くぼんでるところ。ここと反対側を、こうやって、シャリ掘りたかったんですよ。元はね、こことここに対してこう掘りたかったです。この筋を分断するようにこう掘ったらどうなるのかっていうのを試してみたんですね。一番最初、もともと丸い全部皮ついてる木だったやつに対してこうやってシャリを入れてみた。そしたらこうシャリを入れた部分のここ水水が全部枯れて、でこの先の部分、先についてた水水も全部枯れて、こうシャリを掘った反対側が全部なくなったんですよ。まあそれはそうだっていう感じもするんですけどね、当時はね、もうやってみたかったんですよ。こうやったらどうなるのかっていうのを試したくてやってみたかった。でこうやってシャリを掘ったらこっちが全部シャリになったっていう、そういう流れがある時代じゃなくて、作業の経緯がある木です。はい、そんな感じの一本。まあせっかくね、自分でここまでシャリ作っちゃったんで、なんとかしたいですよね。はい、頑張ってこいつをどうにか
一つの形作ってあげれたらなと思います。あ、この辺いいかもね。これだとシャリ見えないんで、ちょっとこうしてこうしたあたりかな、このあたりとかいいかもしれないですね。でこれも天神にしちゃうとか、そのまんまで、この辺の動物キミを使ってこっちに流して作るとかもありかもしれない。まあちょっと上育ってきたらね、また考えていきましょう。じゃあそんな感じで本日の作業以上です。